Masayuki-san. すでにか。雪村もお役に立ってみせます。
でに価値は見えておる。お仕事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 。徳川にもはや我らを阻む力はない。あとは信長を打ち倒し、今日に武田の旗を立てるのみ。勝頼様、お気持ちはわかりますが、信長は侮れません。油断大敵でございますよいつもならお前の説教は耳に痛いところだが、今日は響かぬぞ。いかなお前とて、今日ばかりは心が浮き立っておるはずだ。勝頼様に心を読まれようとは、私もまだまだ精進が足りません言ってろ。信長など父上の敵ではない。父上の手でようやく戦のない世が。申し上げます。わっ、若殿様がなんでここに。おや、お前は。まず何をお考えか。信玄公が回してくださった忍びですよ。どうした、報告せよ。あ、はい。徳川軍が浜松城を出てこちらに向かってきます。徳川、確かか。あ、はい、確かにこの目で。お前がそんなに驚く姿を見られるとは、そっちの方が驚きだな。は、いえ。しかし驚くのはわかる。父上ももう家康など捨ておいて進むおつもりだったというのに、徳川にまだそんな余力があったのか。お前の言う通り油断大敵だったな。あれだけ我が軍に叩かれて余力などあるはずがない。信長と合流するならまだしも、勝ち目などないと分かっているはずだ。家康、何を考えている。強くの陣を敷いてね、わしらを両脇から包囲しようというわけならば、こっちは魚鱗の陣で行くよ。敵の出花をくじき、中央を突破せよ。信玄め、中央突破を目指すか。三河武士の盛況さ、思い知らせてくれる。敵の戦意は高い。包囲されては厄介です。石川数正をうまく釣り出せ。
ればよいのです。ここまではたやすい。口だけは達者だな、三河武士。遠くから吠えるだけとは風払いたい。どれ苦労するか。ならばわしが直々に相手をしてくれる。いかん、カズマ。それは武田の挑発ぞ。早く動け。あっしもお仕事始めますか。落ち着いてみれば。さすがは親方様がご推薦といったところだ。それほどでもありますかな。その調子で褒めて伸ばしておくんなまし。敵の陣形は崩れました。もう一押しすれば総崩れとなりましょう。この間ね、ここで攻勢に出るよ。信玄公を素通りさせたとあっては信長様に顔向けできぬ。何より徳川の面目が立たぬ。武田の進行この地で阻むのだ。やはり徳川武田の大軍を前に意地を見せた。そのことが徳川の名を高めると考えた。いや、おしおら短期だけではすればいい。望みどり華々しく散らせてやる。この混戦、奇襲の好機。半蔵、共に打つ。一言坂の雪辱を果たしてみせよう。あれが服部の棟梁、半蔵の旦那か。あの速さはちょっとやっかじな。すでにお手に入れ。我が術中では無念。もう一度始末かか。父上、大丈夫ですか。どこかお加減が。何のための風邪やよ。戦に集中しておれ勝頼。そう崩れ、いよいよわしも腹をくくらねばならぬか。それは殿の戦ではありますまい。さようだな。わしには生き抜いてなさねばならぬことがある。組織を受けようと。敗北条件変更。これは今になって逃げ出すな。家康を逃がしちゃダメだよ。追いつかれてしまう。二俣城での屈辱晴らさせてもらう。家康様のためここは死んでも通さぬ。水車
死ぬ気で向かってまいります。手強い相手やもしれませぬ。武働きなど自慢にならぬ。すでに寄せるという強さよ。我が術中である。武働きなど自慢にならぬ。さて、いつもすりでは落ちてしまった。徳川はすでに敗走中か。織田の言い分として参じたが間に合わなんだ。手ぶらで帰るわけには参らぬ。ここは信玄の首をいただいていこう。無働きなど自慢にならぬ。救援コール押されてるよ。一人で突出とは戦略が台無しじゃよ。天下無双とは荒謬なことだ。進ませる。田中様、ご助力申し上げます。家康様のもとには行かせぬ。何としても武田をここで食い止めるのだ。炎をやらせはせんぞ。ちょっとまずいことになってきたね。急げ。戦救援コール。わしの武運もここまでか。家臣死なせて自分は行きますか。何とでも言うがいい。わしは死んだ者のためにも太平を。気に入らん。お前たちも死んで奴の言い訳になるか。やれるものなら。
正幸。元気4年4月、武田信玄は病に倒れた。武田軍は上洛を中断、甲斐への撤退を余儀なくされる。